尾崎さん、赤くなってる？どこが？どこ、この、あの、液晶のところ。ピッピッピッって手水する。オッケーオッケー。はい、じゃあ、今やってます。もう一度撮り直すのが良くない？声がバンバン入ってる。いいよ、別に。楽しいじゃん、それも。やった。アップするときに大変だ。アップするときはそこカットすればいいでしょ？うん。絶対カットできないって言って、そのまま前やっちゃうの。で、ベラベラ喋ったりして。何も音声なかったら寂しいじゃん。バカだね、これ GPS サービスの人たち全然。いやー、いい流れだな。ドキドキでしょ。どこ乗った、うん、やった声来て現実に、なんて言うんでしょう。酔いが覚めた。酔いが覚めた。やべえな、この流れ行くのか。あの、本当に萬井川、ね、縦川に入るのすぐですからね。ええ、右側に水車が見えてきたら、もう右に寄って。で、あの、ボケボケしてそのまま行くなんて一人だけ。木の壁が見えますから、木の壁っていうか柵っていうか、はい、フェンスみたいになってる。だからもうすぐ右に。そこまで行ったら行き過ぎ。見えてきたらもう右は注意して。もうすぐ右に行ける道を探すってことですね。ちょっとお待ちくださいね。GPS の速度に。OK。写真撮った？撮りました、撮りました。冷たい。お前降りてくるなよ。だってちょっといいじゃん。せっかく乗ってたんだから。笹の発すごい速いよ。なんで GPS サーチングのまんまこいつ止まっちゃうのかな、いつも。アホみたいに時間かかって。すいませんね、出発の。最後の離陸地点から場所が変わると現在に戦う。絶対すごい速い。これ最後小手流でしたからね。はい、わかりました。はい、連絡してきます。